続いて、りょうちゃんにですね、こちらのこの年の踊りの特徴など教えていただけたらなと思います。もう言われてしまったぐらい言ったんですけど、イメージが女戦士ということで、強い女というイメージで衣装がまず作られ、それにちなんで、そこを掴んで孫悟空のように敵を倒してくるという、ヨちゃんはブルーマックスになってみて、じゃあ何か変わったところありますか？そうですね、まずやっぱ年を取ったことと、それに伴い考え方もいろいろ変わってきて、やっぱ責任という重大な任務を分かってられでも楽しいです。ブルーマックスはブルーマックス、はい、これからも引っ張っていってほしいと思います。はい、それではもう一度2005のメンバーに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ステージ内にはいるんだけど、さあ、ガンズ2001の皆さんです。メンバーはリーダーのゆきちゃん、りえちゃん、いくちゃん、たかちゃんです。はい、この年は現在チアドラゴンズの振り付けと指導をしていただいている市川美沙夫先生による振り付けが始まった年です。それでは登場してもらいましょう。チアドラゴンズ2001です。ちかちゃん、他に何かあったら